エスタディオ・ダ・ル・スタジオ・ディ・ルは、ポルトガル共和国リスボンにある、サッカースタジアムである。エスタディオ・ダ・ルスは、光のスタジアムの意。リーガゾン、サグレス SL、ベンフィカのホームスタジアムである。スタジアムは、ノッサ・セリョーラ・ダ・ルスにちなんで名付けられた。これは、所在地リスボン市内の区の名前である。サポーターからは、ラ・カテドラルとの愛称でも呼ばれ、親しまれている。ダ・ルスは、ポルトガルのカトリックの伝統において一般に受け入れられている概念であり、本来は人々を神の元に向かわせるものを指す。リスボン市民はしばしば同名の古いスタジアムを単にルスと呼んでいた。英語圏においては古いスタジアムと現行のスタジアムはどちらもザ・スタジアム・オブ・ライトの名称で呼ばれている。旧エスタディオ・ダ・ルスは収容人数12万人の世界最大のスタジアムの一つであった。1954年、エスタディオ・ド・カンポ・グランデの代わりとなる SL、ベンフィカのホームスタジアムとして建設された。旧スタジアムは、ベンフィカのホームゲーム会場としてだけではなく、UEFA カップウィナーズカップ1991から92決勝戦の会場や、1991FIFA ワールドユース選手権決勝戦の会場として用いられた。ワールドユース決勝戦では、収容人数を超える12万7000人の観客が、スタジアムを訪れた。1999年、ポルトガルで開催されることとなった UEFA 欧州選手権2004会場の一つとして、旧スタジアムが選ばれたが、ベンフィカは大会の主要会場とすることができるよう、新スタジアムを建てることを提案。その結果、旧スタジアムは2002年に取り壊され、収容人数 65,647 人の現在のスタジアムが建設された。アメリカ合衆国の企業であるポピュラス所属の建築家デーモン・ラベルが設計を担当した。屋根の素材にはポリカーボネートが用いられ、可能な限り天然光を用いることができるようにした。屋根は高さが43メートルある4本のアーチ状の梁によって支えられる形となった。2003年より建設が開始され、同年10月に新スタジアムが完成した。お年にベンフィカとウルグアイのクルブナシオナルデフットボルとの親善試合が行われたが、スタジアムは観客で満員となった。2004年開催での欧州選手権では、決勝戦を含む複数の試合の会場として用いられた。2014年に UEFA チャンピオンズリーグ決勝の会場に決定された。2020年も同様に開催予定。ありがとうございます。